その締めも先だって。皆さんこんにちは、お久しぶりです。スペアリブとバックリブを振りまくっていたあのホットスタッフのマスターの宮林です。お久しぶりです。最後に一昨年疲労の店をクローズして地下に潜っていましたけども、今回ご縁があって南王さんのキャンドゥとあの私とのコラボで昔懐かしいスペアリブとバックリブのバーベキューリブをまた行っております。よかったら皆さんバーベキューバックリブむっきり手づかみでワイルドな気分で楽しんでいただけたらなと思います。ぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。やってもいいよ。そうしたい。座敷でね。暗くなるとものすごく変わった方向性が出てくる。トレーシーのホットスタッフの時代からバックリブとかスペアリブが大好きで、まあ、渋谷にあるって聞いたんですけど、まあ、残念ながらクローズしてしまって、なんとかこのキャンドゥを見つけてきました。3年ぶり、何年ぶりになるの？3年ぶりぐらいですね。3年ぶりに、もう私いろいろな店でスペアリブ試したんですけど、なんか正直満足いかなかったんですけど、この懐かしのマスターの味のスペアリブ、それが今日食べれて本当に嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。八王子南大沢のキャンドゥ、そこに来ればランチタイムとディナータイム、それで美味しいスペアリブ、バックリブを楽しむことができます。アメリカンスタイルで非常にワイルド、あの柔らかくなくて、その肉の感覚がすごい出てる、そういうスペアリブが楽しめます。ぜひ皆さん来てください。はい、お待ちしております。久しぶりですね、本当に久しぶりですね。はい、本当なんか本当嬉しい、もう感動ですね。懐かしの味を楽しみましたか？あ、楽しみました。もう ありがとうございます。そういうところ手つかみで、あのナイフフォークじゃなくて、はい、こういう風に食べる、はい、もうそれが醍醐味ですからね。通販、あの今まで通販でリブ販売されてたんですけど、はい、これは再開されるんですかね？そうですね、あの全国の皆さんから非常に高いあのご要望がありまして、あのようやく近々復帰の目処が立ってきましたので、またホットスタッフ あのホームページとか、まあ、何らかの手段で再開しますので、まあ、その折にはよろしくお願いします。すごい楽しみですね。はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。東京なかなか来れない人、あと来たくても来れない人多いと思いますけど、その通販でこのマスターの味が楽しめる、あの簡単なんですかね、その例えば通販で買った場合。いや、もう本当にパッカー開いて電子レンジで1分から1分30秒でチーンであの再現できますので、本当に非常に簡単ですよ。あ、そんな簡単なんですか？はい、それクールで届くんですか？そうですね、はい、クールで届いたらこれあの冷蔵庫に保存しておけば。そうですね、すぐにお召し上がりにならない場合はあの冷凍保存もできますので、まあ、好きな時に、まあ、解凍していただいて、あとは電子レンジでお任せしていけばすぐにできます。